さあ2日目朝の一発目はね、はい、箱根町港に行きました。有名なカフェがあるということでね、昨日行けなかったんでね、今から行こうと思います。ほらほら、今から行くのがこのねコモンっていうねカフェになります。ここでこの裏の福団子とねこのオーシャブルをね食べてみたいと思います。これがすごいね、これね自分で食べるんですよ。着きました、オーシャンブルレです、はい、5分くらい、ちょっと5分くらい置いてあるかな。ちょっとゆっくり出して、こっちが美味しいもん、団子、もっとこちら、うん、もう一回ひっくり返すわ、後でこれやりたい。こっちわかる、こっちね、食べ方がよくわからへんねんけど、まあいいんかな、このまま食べちゃう。うん、ブルレやから、オーシャンブルレじゃない、あ、おいしい、うまいわ、うん、うまいし、やっぱり一番おじいちゃんやから甘ったるくないしな。いや甘いで、甘いとブルレが甘い、カラメルがおいしい、うん、パリパリ、なんかこう、うん、そう、ここに丸ごとつけたらめっちゃ美味しそう。ハロー、そうそう、ん？ん？ん？よくこれ。あっつ。うまいわ、普通のみたらしやか。みたらしやか、はい、おいしい。初めて聞いたのこれ、うん、おいしい、うん、多分な、見てみて、食べたところに、確かに、うん、大根おろしや、美味しい、なんかしかも美味しいし、うん、どうですか、大満足やね、美味しかった。なんか朝にぴったりやり、はい、ヤスさん TV です。やばい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 、ちょっと待って、ピンポがさ、サファリパーク代表、結構たくさん多いね、クマって、危ないね、完全にロックし、あ、クマも、あ、クマ、ゴミやこれ、あ、おろ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 、だから止まってます、怖い、人形みたい、人形やん、ふ
ぼ人形やで、これ。雨で映ってんのかな、これ。ライオンゾーン。ライオンゾーン。ライオンは力強いけど、体力がめっちゃないって言われてるから。きたー、かっこよ、ライオンキングよ。すげえ。危なっ、これ。もうこれ車傷つけられへん。すごい。これ車傷つけられへん。かっこいい。おお。ライオンっていいな。かっこいい。110持ってる。うわ、かっけー、でっかでっかでっかちゃん。動物の健康維持のため悪天候でチーター全然中止しています。あれ、いないってこと、もしかして。多分ゾウ、ゾウはでかいやろ。エレファント、はい、ゾウ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 。うわ、でっか、うわ、でっか。これがゾウ、でかー。行こう。見てよこれ、持ってみてこれ。すげえな。まだ失礼いたします。1680円。はい、1680円が出た。え、鳥なんや。赤星インコ。あ、狙いやん。かわいいから。あれ、何かな。チューンやったらいいね。スズメでした。スズメ。かわいいよ。何これ。おみくじ持ってんねんよ。じゃん。じゃん。スイキーか。あ、なるほど。明るいな。これかわいい。かわいい。